こんにちは、ゆうです。パズラのお時間です。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。おめでとうございます、言うてもた。おめでとうございます。昨日、突然ね、お昼に生放送して、でもそれでもね、お付き合いくださった方、もう本当にね、お仕事中の方たちもね、方々も、お付き合いくださってありがとうございました。はい、どうやら僕はね、もう画面よりね、ラジオ感覚で聞いていただく方が需要があるそうです。それでだねって話なんですけど、はい。それだね、はい、今日はね、はい、無課金サブサバーカ闇属性縛り、長老使ってね、クエストダンジョンね、タイトルとサムネ見てもらって分かるように、8月クエストダンジョン、ごめん。まだやっておりません。決してモチベが低いとかじゃなくて、今ね、サブサバーカーなんですよ、これ。サブアカ、無課金、ただの無課金サブアカのランク頑張ってて、ちょっとね、時間がなくて、はい、時間取れなくて、はい、後ほどやっておきますが、まず動画でね、ちょっとね、スキルターン1、プラス1。とりあえず、ちょっとね、僕は個人的にね、考え方が変わって好きなんですけど、それにね、ちょっとね、はい、あるキャラで挑戦していきたいと思います。それではパーティー紹介します。はい、こちらです。はい、ウルトラマン、ウルトラマンも使えへんのか。アブソリュートタルタロス、サンタヘイセンです。今日滑舌、いくつにも増して調子悪いな。はい、アブソリュートタルタロスです。はい。じゃあ、リーダーのアブソリュート、もうタルタロスでいい？タルタロスが、はい、小学生浮遊でリーダーチェン体制。で、誰の演技にケチつけてんだよ。テニプリコラボのイケメンくんですね。はい。皆さんイケメンなんですけどね。はい。で、こちらが2体目のアブソリュートタルタロス。タルタロスでいいやん、もう。しかもなんかちゃんと言えてたし。小学生浮遊上限解放。これがバレンタイン、クシナダの武器です。そこか、向かい。で、これが3体目のアブソリュートタルタロスで、小学生浮遊上限解放。神座の文字盤、はい、アマテラスの時計ですね。はい。で、こちらが風を呼ぶもの、レギンレイブですね。はい。小学生10コンボ強化。で、毒目覚め体制、修繕。ジョイラ武器ですね。はい。で、こちらが、最近パワーアップされたハーデスドラゴンですね。ハーデスドラゴンに小学生回復 L 字。で、現在がスキルプラス、はい。で、アマージュ武器ですね。はい。で、こちらがキルアですね。暗殺族のエリート。キルアゾルディックですね。はい。で、潜在が、アシスト、じゃ潜在が消せない会場、スキルチェーン2つ。で、アシストがね、お片付けしかできませんもの。夜3武器ですね。はい。これ一応自前で用意しております。で、バチャ、HP プラスです。はい、それでは、8月クエストダンジョン。このアカウントから12から、開けましておめでとうございますなんですけど、サクッとクリアしてね。もうね、今日編集する時間がないんで、はい。早くクリアして、はい。もうええわ、はい、挑戦する裏側とか聞きたくないよね。OKOK。えい、バインド大丈夫。はい。このね、iPhone はね、ちょっと指でやった方がね、パズルしやすいんですわ。で、まずね、キルは変身させようか。俺の勝ち。もう言っちゃってるよ、もう勝ちって。で、ハーデスドラゴンで威嚇しまして、で、こっち使って置かれるのが分かったか。こっち使ってからでしょ。はい。いや、もう使った後やね。はい。で、まあ、アマテラスでいいか。修繕あるからね。んで、神座の光明使いますと。はい。でね、ここではね、キルアがね、一旦的じゃない、一旦威嚇してくれるんで、はい。ちょっとここはね、はい。僕の苦手な十字ですわ、ほんま。苦手やね、ほんま十字。ちょっと待って、あ、もうこれ、ちょっと待って、あー、ぶんね。なんとかギリ決まった。よし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 。はいはいはい。これ多分行ったんちゃうかな。ちょっとミニチェックしとか。右、います。あー、ぶんね。危な。はい、ここから、ハーデスの自動回復ループが溜まったので、自動回復ループしていきたいと思います。はい、毒目覚めは効かないね。はい。はい、OK。で、ここで、ハーデス。はい、これいっちゃって。タルタロス行きましょうか。タルタロスがね、エンハープラスね、確定で5個作ってくれるんで、はい、もうなんかもう、はい、むしろちょっと間違えてね、過去動画、ね、見てくださってる方はご存知かと思いますが、はい。
僕はこれ間違えて、はい、3体でループできるものを、はい、4体交換してしまいました。黒メダルが足りません。なんなら虹メダルも足りません。で、あの残り3フロア、残り3フロアじゃ、ここ無効貫通ね、はい、無効貫通、無効貫通はね、ね、もう気合で、これいい実験になるね、ほんまに。よし、で、ここでタルタロス使って、はいはい、ここで、はい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 、もうこれで囲んじゃってね、めちゃめちゃキルアがね、キルアとタルタロスがめちゃくちゃコンボ加算してくれるんで、で、ハーデスドラゴンがね、永遠つないほど無効貫通持ってるんで、オッケー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 、半分削れたね、オッケーオッケーオッケー。で、ここで、修繕使いますと、はい、オッケー。で、ドロキョウも入って、はいはい、んーで、ここでもう一回無効貫通いこうか、はいはい。で、しかも、しかもってな、ごめん、何もしかもじゃなかった。無効貫通持ってるのはキルアとハーデスドラゴンだけなんで、はい。そこのね、火力が、マスト。よし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 。オッケーオッケー。で、残り4フロア。残り4フロアちゃうって、今4フロア、4フロアやねんって。はいはい。オッケー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 。お焚き上げ。はい、毒は効かないだけでもう十分ですよ。はい。で、ここで、タルタルスを使って5個作ってもらうと、回復もね、5個作ってくれるのがね、偉いっすよね、ほんま。ちょっと待って、ちょっと待って T 字消しにしろ、今回 T 字消しでもね、キルアがね、軽く出してくれるんで、はい、よしよし、よかった、危な危な、ちょっとパズル難しかったな、やっぱ5個しかないと。よしよしよし。はい。で、ここで、はい、十字決めて。で、木の光の複数コンボ入れてあげて、はいはい。これ T にしといたらね、火力出るんですけどね、はい、それは無理ですわ、僕のパズル力では。はい、はい、OK。はい、OK。はい、OK。はい、はい。よし !OK、OK、OK。で、ここで、キラーを変身させると。無事になる。これが陣になってくれるんで、はい。個人的にね、なんかもう、タルタロスのね、相方が見つからなかったんですよ。で、キルアの武器よく昔使ってたなと思って、キルア持ってるやんと思ったら、あ、え、危な、危な、全然聞いてなかった。え、どうした今。どうした、あ、キルアがあれか。そういうことか。とりあえずハーデスドラゴン使って自動回復ループ延長して、はい、 OK、 ちょっと待って、あ、わかった、光ここつながってんかったんや、これでいいか、 OKOK、 はい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 、 OK、 これでいったでしょ、さすがに OK、これ、あと2ターンで決めな、きついな。あ、やば、ダメージ吸収、向こうか。ダメージ吸収か。いけるかな、いけるかな。ごめんなさいね、めっちゃグだった。ごめんなさいね、ごめんなさいね。とりあえず、ここは、待って、吸収まで持っていくか。忘れとった。完全に忘れとった。完全に忘れとった。な、わかっちゃった。分かっちゃったよ。分かっちゃったよ、僕。ほんまに。ちょっと待って、これで、回復エルジしとこうか。はい、はい。これで、適当に削っといて、削れもしんかったな。オッケーオッケー。よーかった。これ結構ね、運ゲーやったんですけどね、ちょっと待ってや。マジギリギリの戦いや。
やばいやばいやばい、はい、はい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 、これで耐えれるかな耐えれるかな耐えれるかな、これ耐えれたら結構ラッキーなんですけど、あ、マジか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 、ちょっと待って喉乾いた。で、タルタロス使って、はい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 、こんな感じでいけるかな。いやー1個も足りんのかな、マジか、貴重なタルタロスが、貴重なタルタロスが、よし、じゃあキルアを、キルア変身させようか、キルア変身させて、んで、ここは、あえて5個あるんで、ちょっと待って、ちょっと待って、あーちょっと、やばい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 、軽減だけ晴れたらもう、それでいいんで、OKOKOK、はいはいはい、OK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 。よしよしよし。オッケーオッケー。これで、これで溜まったと。よしよし。で、12ターンでしょ ?12 ターンちゃうわ。誰か。ね。はいはい。で、ここもう、光は合下しにして、ここ。あ、危ない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 。危ない、危ない、危ない、ちょっと待って待って、あれかあれか、もう捨てた方がいいんか、13個も決まって持てるやん、もうこんな時もったいない、ほんま。よしよし、でも言い換えれば、言い換えればじゃないな、これ、とりあえずキルは変身させようか、キルは変身させよう。あ、間違った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 けど、いや、ちょっと待って、これ、グラって大丈夫、こんなグラって大丈夫かな。こんなグラって大丈夫かな、ほんま。こんなグラって大丈夫かな。こんなグラってマジで大丈夫かな。よしよしよし。次、次、次。今ね、光と闇がね、めちゃくちゃ落ちやすくなってるんで、オッケーオッケー。これで耐えれると。よしよし。で、ハーディスドラゴン使って、オッケー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 、で、ここはあるから、待ってね。ハーデスドラゴン、ハーデスドラゴン、ハーデスドラゴン。ハーデスドラゴンで、自動回復できるから、こっからはね、もう一回ね、ハーデスドラゴンが溜まるまで、なんとか耐えたいと思います。よしよし。よしよし。あ、ここ5個あるやん、5個あるやん。5個あるときは、使わない。5個あるときは使わない。これもうタイム制限、これが称号チャレンジ並みの時間制限だと終わってたな、ほんま。よし、OK。はいはいはい。よしよしよし。で、これはタルタロス使わなあかん。タルタロス使おうか。よし。で、縦にもう組むだけ、縦に組むだけ。削らない、ここは。もうね、皆さんだったらね、もう、何をね、僕がやりたいか、ご存知とか分かると思うんですけど、はいはい、OK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 
よし、十字、光十字だけ決めてみようかな。光十字だけ決めて、で、闇は五焦げし、二だの。で、複数コンボ。これでどうやろう。もうちょっとだけ削っときたいよね。オッケーオッケー。よし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 。で、ハーデスドラゴンが、あと3ターン、3ターン、3ターンね。とりあえず、キルはあれ、まだか。あ、そっか、炎破かかってなかった。あ、でも、あれや、光が5個ないわ。光5個ないとね、軽減入れないんですよ。んで、これで、ちょっと待って、光だけ5個消しして、はい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 。
はい、OKOK。ちょっとだけ削れたんかな、もしかして。よう分からんけど。よしよしよし。OKOK。マジでいい実験どころじゃないと、もっと早終わる予定やったぞ、これ。で、はいはい。よし。これで、待て。よしよし。これで、これぐらいが多分いいんですよ。これぐらいが多分いいんですよ。で、タルタロス使おうか。タルタロス使って、よしよし。んで、これもうちょっと縦。Tにしようか。はい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 。よし。あ、止まってくれた。で、ここで、一応、レインレイブ置いとくか、一応。ここで、ハーデスドラゴン、オンにして、で、ここでタルタロス使って、はいはいはい、オッケー。で、これは何やったっけ？自分と光と闇属性の攻撃力が5倍か。じゃ、こうやって使った方がいいな。風神雷使って、タルタロスいらんかった。はいはいはい。はい。いや、これ、ちょっと待って。結構、これ T 字消しにできたらよかったなぁ。まあまあいいか、まあいいか、いいか。いけ、行ってまえ。よし、あら、わざもええとこよ、もう。いよいよしたわ。よかった。一発クリアできたわ。ごめん、しんど。そんな、一周受け取っていきましょうか。はい、魔法石12個届きました。ちょっとね、もう動画の尺的にもあれなんですけど、ちょっとね、12個はね、ちょっと引いときたいなと思って、ちょうどね、6個なんで、はい。2回だけね、魔法石。125個あるんですけど、ウルトラマン、トリガータイクってやつが、おあれあらららららら、そっち行っちゃう、そっち行っちゃう。ちょ、待って、ちょうどね、闇属性以外のね、神域は、ウルトラマン。いや、ウルトラマンの武器はね、結構いいからね、ほんま3体持ってるけど、僕、このアカウントじゃ変な感じなんで、はい、武器しか作れないんで。じゃあ最後、もう一回ダイヤ出して、終わりましょうか。はい、OK、マジでダイヤ出るね。あ、またかと思う。あ、じゃあベリアルが欲しいな。確定のやつ出るんやったら。ティガーってもう僕の一番好きなウルトラマンやんけ。でもティガー武器もね、結構強いんでね。はいはい。はい、今回はこんな感じでお開きにしたいと思います。はい。ミルコさん、皆さん、ありがとうございました。最後までお付き合いください。ありがとうございました。なんとかで、僕誰だったっけ、妖精精霊王の方が、ね、半分来たらダメージ吸収してくるんですよ。ダメージ吸収溜めてる暇がないっていうことで、立ち回りになれました。はい。で、長時間お付き合いくださってありがとうございました。はい。ほんで、もしね、この動画良かったよっていう方は、チャンネル登録と高評価していただけると、今後のモチベーションの向上につながりますんで、よろしくお願いします。あとね、メンバーシップも、お加入も、よろしければご検討してくださると嬉しいです。ね、本当に3日に1回は、多分相手3日なんですよね。それぐらいの頻度でずっとゲームしてるんで、はい。よければ、ご参加くださると嬉しいです。それではね、お会いいたい私、ゆうでございました。